どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、最近さ、ウルトナを使った編成めっちゃ紹介したじゃん。で、まあ、ウルトナが本当に破格のリーダーすぎて、もうね、最強だみたいな話を散々してるわけですよ。そんなウルトナがちょっともうあまりにもパズドラに革命を起こしてるんで、ちょっと今日はね、めちゃくちゃ面白い編成紹介していこうと思います。今回だるまさんからちょっと編成をお借りしてるんですけど、今日使う編成こちら、でん、両サレウルトナまんじゅう両サレウルトナまんじゅう使っていこうと思います。で、しかも何が怖いって、両サレウルトナまんじゅうって言われてさ、え、まんじゅう両サレで周回できんのっていうのも一番衝撃だと思うんだけど、遅いと思うじゃん、普通ね、普通遅いと思うじゃん。なタイムが10分から遅くても12分ぐらいで周回できます。一回これだるまさんっていうね、編成考案者の方でやってみたんだけど、慣れてる方がいれば俺が初使用でも11分20秒とかで周回できんのね。やばくない？やばいのよこれ。で、ちょっと今日はね、編成紹介等はねありません。 PDC に記載されていますし、マルチ編成なんで、2人マルチでやっていく編成なんですが、もう今あまりにもウルトナが新時代すぎて、しかもこれ何がやばいって、このウルトナ編成だいぶ組みやすいと思うの。特に A 側は相当組みやすいと思うのね、まあ、B 側はちょっと編成難易度高いけど、それでもね、結構組みやすい編成だと思うんですよ。これでまんじゅう破壊できて、しかも両サレだからランク上げもできて、スパナエも大量ゲットできるっていうね、とんでもない編成になってます。まあ、今日はこちらの編成を使って実際にまんじゅう周回していこうと思います。やっていきましょう。さあ、ということで実際にやっていこうと思います。今回はね、編成考案者のだるまさんと実際にマルチして使っていこうと思います。よろしくお願いします。俺寝起きでノーミスでいけんのかな、編成ちゃんと組めてるか、もう不安しかないんだけど、まあ、やっていきましょう。さあ、まずは1階層からです。どうしよう、編成組み間違えてたらそれが一番やばいな。はい、でまずはですね、1階層です。A 側は第1変身ロー、バム変身アマテラス、 1C 組んでいってください。マルチなんで、まあ、PDC 読み上げてますが、まあ、基本的にもうね、はい、あれでお願いします。で、次俺は1段階変身フォード、ドフラミンゴ、フレの2段階変身、ウルトラゼロ、リーダー2段階変身ね、オッケー。1段階変身、フォード、ドフラミンゴ、フレの2段階変身、リーダー2段階変身、ツーウェイ君で倒していきましょう。多分合ってるはず。これで突破していきます。 OK。 ちょっとマルチはね、ミスったらやばいからね、緊張するよね。2階層は A 側マム打ってあげて殴っていきます。真ん中ターゲットしてあげてください。必ず真ん中たけて殴っていきましょう。完璧じゃん、10コンボで。これでワンパンです。早いな。で、ここは1コンボ組んでいきましょう。ちょっと水多いんで水処理しておきます。ローレンス打ってあげて、ウルトナ打ってあげて、こんな感じで11コンボ組んで、あ、12コンボか、まあ、いいや。やばい、やめて、落ち込んねえ、やばすぎ。おーい、クソ時間ロスなんだけど、下げんなよ。こんな組んだ覚えないんだけどな。で、ウルトナ打って突破です。あ、なる、盤面でも多分いけるのかな、これ。盤面でもいけるっぽいですね。はいはい、これで倒していきます。さあ、続きまして4階層です。 B 側がサレーネ継承のキャロット打ってあげて、ウルトナ打って倒していきます。相方の人が早すぎて俺は今すごく焦ってます、正直言って。相方ね、だるまさんなんだけど、あ、先ウルトナ打ってもよかったな。パズル焦る瞬間あるある、相方がパズルうまいとき。
マジでそうじゃない相方がパズル前にめっちゃ焦るよな。はい、でここで突破です。で次5階層です。5階層もウルトナ打って倒していきます。てかもう満場されされできる時代が来てるの結構やばいよね。ね、満場されされどころかこの前まで満場クリアするの結構難しかったのにね。とんでもないよ本当に。これがもうウルトナの力だからね。完全にウルトナ一人で全てを終わらせたからね。本当にやばい。もう今はサレサレで勝てるんですよっておかしいだろ。はい、で続きまして6階層です。6階層 B が盤面全力でワンパンしていきます。はい、まあ、盤面全力といつも火の2ウェイ何セットか入れて殴ってあげて光のウェイも入れて殴っていきましょう。こんな感じで光と火の2ウェイ組みまくっていきます。押してあげると14コンボ15コンボ16 17。あのね、落ち込む来すぎなんだよな俺。いらないんだよなここまでの落ち込むは。はい、まあでもこれで倒していきます。7階層まず A 側が1コンボ組みます。これはでウルトナ打って俺が1コンボします。はい、 A 側1コンボで俺がウルトナ打って1コンボ。盤面ロックからなんでね、必ず B が1回ウルトナ打っておきましょう。やばーい。まあいいでしょう。まあいいんですよ。これはね、15秒ぐらいのロスです。犯罪だ。犯罪だ。まあでもああいう事故もある。うん。ああいう事故もあるんだよ。で、ここはミゼールプラス、光。ウェイ組んでいきます。ミゼール組めんくね？は？これでいいや。うん、倒しちゃいます。いいんで、倒せれば何でもいいの。8回そう。映画はチャコル打ってあげてウルトナ打ってあげて倒していきます。ちょっと俺が余裕あるタイミングで6回じゃ早打ちに入れたいね。これあ、天才すぎる。これでワンパンですね。はい、続きまして9階層どっちが来るか。挑戦は俺がワンパンします。水3個作れたら L 塾も。これでしっかり水エール含みながらの火光ウェイ含んであげて12コンボ。このままワンパンしていきます。 OK。 マジでウルトナ枯れ子おかしいだろ。本当におかしいだろ。はい、10階層 A 顔がマム打ってウルトナ打ってワンパンです。まあ、今一応ねタイム狙いながらやってるんでちょっとねこんな感じでいろいろ言ってますけど、あの普通に周回してる人からしたらもう負けることもないし HP 的にもかなり余裕ある編成なんで代用等も相当しやすいかなと思います。はい、しかもマルチ運用してるおかげでね、あのもう毎ターンのこの何自動回復の数値もとんでもないことになってるんでね。はい、11回そう。ここはウルトナ打ってワンパンしていきましょう。こいつって結局どんぐらい硬いんだろう。あんま分かってないんだよねこいつの硬さ。多分組みすぎなんだろうなこれは。どうせ、まあでもこれで倒していきます。いや分かんないんだよなこいつマジで。
結構硬そうに見えるんだけど、でも実際キラーが乗ってるからそんな関係ないとかなんだろうな。12階層は映画がワンパンです。はい、ウルトラ打ってあげて、コンボ急所だけ注意しながら映画がワンパンしていきます。はい、これで突破で、続きまして13階層です。13階層はビーガーローレンス打ちます。キはローレンスだけで突破可能です。ウルトナ打ってからローレンス打ちましょう。先ウルトナ打ちます。やばい、組みすぎ。あ、でもいいや、これで13コンボ組んで、そうなんで落ち込んが乗るからね、組みすぎちゃダメなんだよ。これで倒していきます。どっちみち火力足りるなんてことないからな、もうキラー乗る視点で。はい、で14階層です。ここは映画はまず1コンボ組みます。俺パスしよっかな、どっちでもいいんだよね、これパスでも1コンボでもいいんだけど、パスします。どっちが早い、微妙なラインだな、1コンボの方が早そう。はい、で笑顔がゼローグとチャコル打って倒していきます。ゼローグからのチャコル打ってあげて、このワンパンです。笑顔はナイスと光のウェイ含んであげて、これで12コンボでワンパンで、ボスはキラー盛りまくるんで、まあ倒せないってことはもうないと思います。本当にドラゴンキラー、回復キラー、ほんで神キラー、潜在かまで乗るので、ここはウルトナ打ってあげて普通に殴って倒していきましょう。ラストの超クラインパズル相方がやってくれるの安心だな。これラストの超クラインパズルめっちゃ苦手なんだよね、相方に全部投げ捨てよう。はい、これで14コンボ組んであげて半分まで削り、これ意外とむずくない、ここ相方がやってくれるの超ありがたいんだけど、だるまさん終わらせてください、お願いします。はい、でラストは A 側がウルトナとマム打ってあげて終わりって感じになります。はい、ドロキは入るんで弱化ドロップも一切影響を食らえません。超くらいに効いてるじゃん、ずるくね。はい、これで突破していくという編成になります。こんな感じ、強すぎじゃない。これで周回できて、あ、ナイス。これで周回できて経験値1億6000万。でスパナエに関してもこんな感じで、やばくないですか、10体くらいもらえます。で周回効率自体は多分時速8億とかなん、8億とかなんで、まあ裏修羅ぐらいらしいです。ただスパナエがやっぱり大量にゲットできるので、報酬としてはかなりうまめ、これで素材を集めながら周回することができます。ありがとうだるまさん。あ、泣いた、嫌われてました。で僕初めて使ったんで、ちょっと変遷立ち回りとかね、今読み上げながらやってたんだけど、まあ、僕が初めて使って実際にやってみたタイムがですね、こんな感じになります。パズドラどうした、電波早っ、はぁ、あ、これじゃ10分出るじゃん普通に。だとしたら10分台全然出るね、これ。なんならだってさ、ね、途中俺あんだけミスっててさ、11分20分でしょ、じゃあもうこれ絶対10分台は出るじゃん余裕で。やばすぎだろマジで。でしかもこれで両サレ周回できて、経験値も稼げて、コインもスパナエも集めれるということで、まあ、ぜひねスパナエ不足してる方とかはですね、両サレウルトナマンジュ周回やってみてください。しかもまあ比較的編成難易度もね、 A 側 B 側ともにまあ組みづらいけど組みやすいと思うんですよね。なのでもし組める人はね、ぜひよかったら挑戦してみてください。じゃあ今回の動画は終わりになります。チャンネル登録、高評価、ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。